皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、ニコンから待望の新しいカメラですね、 ZFC が公式発表されたので、外観、スペックの特徴、利便性とデザイン性を重視したカメラ、お散歩カメラがですね、ある生活は楽しいっていうところを話していこうかなと。結果ですね、 ZFC というこの新しいカメラ、今までとねちょっと毛色の違うカメラになるので、このカメラ ZFC の特徴をサクッと理解できる動画になっております。詳細のですね、内容なんかはですね、ニコンさんの公式のプロモーションビデオも出ているので、それはね、概要欄に貼っておきますので、この動画の後にぜひ見てください。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めましてジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することだったり、今回のようなカメラのニュースについて取り上げているアカウントになりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もうサクッといきますよ。本題です。待望の APS-C のカメラ ZFC がですね、公式発表されたというところで、現在ニコンの Z シリーズっていうものはですね、正直なところフルサイズ機中心なんですね。フルサイズのここにある Z7II であったり、 Z6II であったり、 Z5 ですね、あとは Z50 というこういったカメラがあります。で、今回この APS-C のところに ZFC というカメラが新しく仲間入りすると。で、外観がですね、多くの方にドストライクな、レトロ調でですね、ニコンには珍しいんちゃうかなっていうぐらいカラーバリエーションが豊富なんですよね。Z50 で正直言いますよ、少しちょっと残念だなーって思ったこの下側のチルトによる自撮りのところもですね、バリアングルを採用したので、これがですね、改善されてるんですね。なので、新しい顧客層、自撮りをする方であったりとか、動画を撮られる方にも向けた人気が、もう、爆発しそうなカメラが出てきたなと。で、スペック面のところで言いますと、Z50 に近しいことであったり、レスポンスがですね、撮りやすさっていうところですね、この反応のところですね。こういったところも Z 系統っていうものをちゃんと継承しているので、すごくですね、見た目はレトロやけど、スペックはそこそこいいカメラっていう魅力的なものになっております。ニコン、黄金時代の FM にですね、近しいカメラの見た目になってますので、ちょっとね、フィルムといいますか、レトロ調な、アンティーク調のクラシックタイプのカメラが好きな方には、ぜひサブ機としての購入が十分見込めるものになるんじゃないのかなと思います。で、やっぱりこのカメラは、外観でしょう。デザインでしょう。見た目でしょう。おしゃれでしょう。っていうところで、フラットなグリップ部分ですね。この持つところが結構最近のカメラっていうのはこういうね、グリップが深くて、ニコンは特にそのグリップが深くてですね、持ちやすくて切りやすい、シャッターが切りやすいっていうところはあるんですけども、このカメラはどちらかっていうとデザインがフィルムの時代のカメラに近しいので、フラットなグリップになってます。で、上部のメカニカルダイヤルですね、この上の部分ですね、コロ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 操作する部分なんですけどね、こういった。よくある今ミラーレスなんかで他社も含めて展開しているエルゴノミクスを意識したようなデザインとはちょっと違って、カチカチっとダイヤルを回しながら設定を細かく変更して一枚一枚を大切に撮るというところに意識した、ちょっとね遊び心のあるメカニカルダイヤルで、これね意外とああそうきたかと思ったんですけども、ロゴがですねちょっとね違うでしょ。これね、今のニコンのカメラについてるロゴで、このデザインにあるようなロゴは、ちょっと旧ロゴと言いますか、少し前のロゴなんですね。なので、こういったところもちょっと大人心をくすぐるというか、昔のフィルムのカメラをご存知の方にはもう、そうそう、このロゴの時代があったんよっていうか、もしかしたら探したら今でも出てくるかもしれんっていうようなね、外観に。なってます。あとはバリアングル液晶ですね。下に乗せているように液晶が横に出てきて、撮りやすい。正直動画を撮る時の外部マイクっていうところが若干気にはなりますけども、ニコン現行品でのバリアングル、これが5000系統なんですね。5000系統がこのバリアングルタイプになります。で、他のカメラですね、だいたいニコンは今チルト液晶ですね、上下の動きのみになっているんですけども、待望の3000系統、5000系統が旧製品扱いになって、バリアングルどれで出てくるんやろ、 Z30 かな Z70 かなとか、カッコ仮
の商品名ですけどね、思ってたところ ZFC っていうラインできたかっていうところですね。で、少し気になるのは SD カードの収納場所ですね。まあ、多くのカメラがこの持つグリップのところにですね、 SD カードを入れる部分になるんですけども、ざっと公式のホームページを見たところですね、おそらく Z50 と同じようなバッテリーグリップの横になるんじゃないのかなっていう、このまあ分厚さと言いますかね、そのスロットを入れるスペース的にその部分になるのかなっていうのがちょっと気になるところ。あとは Z50 もそうなんですけども、手ブレ補正ですね、レンズシフト方式のみになります。これはもう正直グレードと言いますか、ランク的にはまあ仕方ないのかなっていったところになりますね。ただ十分あの使えるカメラだと思います。伝統と現在融合するデザインっていったところで、ニコンはフィルム時代ですね、写真撮影の楽しさっていうものを多くの方に伝えることができた伝説的なカメラとしてFM っていうものがあるんですね。特に FM2 かなと。 ZFC はですね、今はもはやレア物となっているこの FM2 にちょっとね、インスパイアされたような外観を意識して誕生している、なんでしょうね、大人の趣味のラインをいい感じでついてきてる、これが欲しかったんでしょうみたいな感じで続いてきているような感じがしますね。で、ボディサイズペンタプリズムのデザインで、黒とシルバーの色をですね、まあ基礎に入れているフィルムカメラ感、こういった今のね、最近流行りの大きいカメラっていうよりかはフィルムカメラ感があるものになってます。で、モニター背面に採用した、まあ、加工っていったところもこだわっていて、各ダイヤルのところですね、上のカチャ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 変えるところですね、あの部分はアルミ切り出しで丁寧に作り込んでいるものになります。で、天面の表示のところですね、あの G が入っているところはすべて刻印で、1970年からまあ80年代のカメラに使用されていたニコンの刻印文字になるんですね。なので斜めっていうよりかはもうストレートにドンドンドンニコンって書いてる文字になります。で、これまた最近のカメラはね、このビューファインダーのところですね、ファインダーのところがこういったものにはなってるんですけども、まあ円形の接眼目当てっていうものを使っているので、これまたね、憎いと言いますか、そうそう、そこをねついてきてくれてありがとうっていう形の、細部までこだわっているなっていう、まあカメラが好きな人にすごく刺さる、伝わりやすいデザインにしているなっていう印象ですね。製品そのものにももちろん魅力があるニコンで、カメラメーカーというか、まあ光学機器を作り続けてきて歴史のあるニコンだからこそできた、過去のフィルム時代70年80年代2、30年前のもうモデルを今の技術とガッチャンコさせて魅力的な商品として出せる、過去の外観を生かした商品になっていると。で、この ZFC っていう名前自体は結構前からね、噂段階で出てって、私もセカンドチャンネルの方で、まだその時は正式発表じゃなかったんで、メインのチャンネルでねお伝えするにはちょっと信憑性が怪しかったんで、嘘を言っちゃダメなんでお伝え避けてたんですけど、セカンドチャンネルでねちょっと取り上げてたんですけど、この F はおそらくまあ DF たちと、一眼レフにもこういった形の見た目の DF っていうものがあったんで、まあフュージョンとか、まあそのあたりが来るかな、もしくは F マウント、みたいな形でね。でもこれは Z マウントになります。なので ZF は Z とフュージョンになりますね。で、 C は APS-C なのかクラシックなのかなんかなって思ってたんですけど、この C はですね、すべての人に気軽に使ってほしいおしゃれな、かつ性能も妥協してないカメラというところで、カジュアルがまあ採用されているというところで、 Z マウントのフュージョンしたカジュアルなカメラという形になりますね。で、やっぱりこのちょっと今までのニコンのねカメラとは訴求するポイントが異なってきたなっていうのは、インパクトあるカラーバリエーションかなと。まあ、筐体のねカラーっていうのはまあデフォルトと言いますか、基礎の色はやっぱり黒とシルバーのね、フィルム調のカメラっていうものがあるとは思うんですけども、これがプレミアムエクステリア張り替えキャンペーンっていうものが発売記念として、まあ数量限定でですね、この入れ替えるキャンペーンが実施されてるんですね。で、こういったグリーンであったりとか、ブラウンであったりとか、ホワイトであったりとか、ピンクであったりとか、なんでしょうね、この若干さらにおもちゃ感が増しつつも、実はしっかり俺撮れるでっていう ZFC のこの
可愛いとすごいが混ざった、もうねこのたまらないですね。もう一言で言うとたまらんデザインのカメラですわっていうやつですね。で同時にこのグリップフラット使いやすいんかな、どうなんかな、また他社メーカーのなんかプレートみたいなつけなあかんのかなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ちゃんとニコンさんがですね、純正でエクステンショングリップっていうものを用意しておりますので、気になる方はねそういったものをくっつけてもらうとグリップ部分がねできるので、まあ、ちょっとね重量は増しちゃいますし、まあオプションになるので別途予算は必要になるんですけども、より長く使うんであればそういったエクステンショングリップっていうものも使うといいかなと。あともう一つ、 28mmF2.8 単焦点レンズですね。これがスペシャルエディションとして出てくるっていうところで、ちょっとねまあデザインがこの ZFC と、まあ、組み合わせても違和感のない可愛らしい、まあ、レンズとなるっていったところがありますので、まあ、単焦点のね薄型単焦点っていったものがここでね、あ 40mm、28mm、 そう言うたら開発発表してたなと、 ZFC とくっつけてきたかと、やるやんニコンっていうところですね。スペック面チェックしていきましょうか。外観ばっかり褒めとっても、いや重要なところはカメラとしての性能どないやねんっていうところでしょう。というところでスペック面です。マウントはニコン Z マウントです。なのでこういった一眼レフの F マウントではなくて、ミラーレスの Z シリーズに対応されている Z マウント、こっちですね。Z マウント大きい方になります。有効画素数は2088万画素。なのでまあどちらかというと Z50 にね近しい印象ですね。センサーは DX フォーマットになります。なのでこれもまあニコン Z50 と同じように、こういったフルサイズ機の FX ではなくてですね DX フォーマットです。一般的に言うとフルサイズと APS-C、これは APS-C のモデルになります。なので今までずっとねニコンが APS-C は Z50、まあ、売れてるからいいけど一人に頼ってたんで、ここでね ZFC っていうモデルが登場したと。で手ブレ補正はレンズ手ブレ方式なりますので、ボディ内手ブレ補正ではないんですよね。レンズ側にまあ VR 機能のあるような手ブレ補正のものを使ってくださいと。記録媒体は SD メモリーカードになります。視野率は上下左右とも約 100%、 対実画面比ですね。でシャッタースピードは4000から4秒ワンステップになります。連続撮影は高速5コマです。まあ Z5 なんかもねそんなにフルサイズキーですけども、入門機として、連写そんなにないん でこのカメラを持ってる人がなんでしょうね、ごっつい超望遠つけて野鳥ババババババとか新幹線ババババ撮ってるようなイメージはあんまないんで、こういったカメラを持たれる方はきっとねカチ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 、うん露出あったパシャいいねっていうような感じの一枚一枚をね大切に撮られる方やと思うんで、そんなにまあこの高速のところは重視されとらんのかなっていうところですね。で速攻範囲ですね、-4から-17EV なので結構暗いところでもやっぱりこれはミラーレスかつ Z マウントの魅力も一つあってですね、結構暗いところでも対応してくれるっていうところですね。で ISO 感度ですね、100から51200になりますので、これも最近の、まあ、カメラに同じようにね対応しているので、少し前の一眼レフなんかに比べると結構ね ISO 感度も広い幅を対応してくれてるなと。でオートフォーカス方式としてはハイブリッドオートフォーカスですね、位相差オートフォーカスであったりコントラスト AF っていったものを組み合わせたものになってます。フォーカスポイントは209点です。なので一眼レフに比べると断然多いですし、十分端っこまでカバーできるものになります。動画もですね 4K30p 対応で29分59秒問題はしっかり抱えたまま登場というところですね。モニターはバリアングルの3型、ちょっと Z50 より気持ち小さくなる感じです。でもこれはもう Z50 がね、操作性の関係でちょっと大きくなっているところがあるので、まあ3型であれば十分使えるものですし、104万ドットなので、そうですね、Z7II とか、まあそういったフルサイズ機に比べると少し、まあそのコストカットの面のところで削られてはいるとは思うんですけども、まあ3型の
液晶ですし、正直104万ドット、少し前のね一眼レフなんかに比べたら十分綺麗なので、個人的には全く問題ないものになってるかなと。でサイズがちょっと特徴的で、厚みがあんまないんですよね。まあそれはまあグリップのところを含めてかなというふうには思うんですけども、逆に横幅ちょっと伸びとるような印象ですね。 134.5mm×93.5mm×43.5mm なので、だいたい 13.5cm×9.4cm× 厚さが 4.5cm ぐらいなのかなっていう印象ですね。で質量としては 445g なので、そこそこですね。正直なところ、まあ、一眼レフであったりとか、まあ、ミラーレスのフルサイズ機に比べたらもちろん軽いですけども、めちゃくちゃ軽いかっていうと、まあ、そこそこの重量っていうところで、ここにまあレンズがね、乗っかってくるので、もちろんですね、こういった1650、これ Z50 のキットレンズですね。こういった小さいレンズであれば、まあ、大体 600mm 以下にはなると思いますので、ちょっとね、ペットボトル1本分ぐらいがカバンに入ってるぐらいからの感覚やとは思うんですけども、ちょっとね、こだわったレンズなんかを使おうとするとですね、軽く、まあ、1キロぐらいにはなりかねない。かつ、まあ、このカメラ、外観重視っていうところもあるので、あんまりね、不格好なレンズをつけるというよりかは、ちっちゃい小型単焦点なんかをつけて楽しむ方がいいかなと。なので質量としては 445g ですけど、レンズくっつけてね、まあ大体1キロ弱で運用してもらえるといいんじゃないのかなと。もちろん Z50 に近しいところをほぼ継承しているので、タッチパネル採用ですし、瞳オートフォーカスにも対応していると。最近のここに並んでいる Z たちのちゃんとですね、今までのね、開発してきて改善してきたものを引き継いでいる。基本スペックはちゃんと揃えた Z シリーズとして、まあ、外観をちょっとねフュージョンしてカジュアルにしたものになるっていうところですね。で、利便性より楽しめるデザインが大事っていうところで、ここ最近一眼レフのカメラ、こっちですね、一眼レフ大きい方です、バシャーンってミラー跳ね上がる方ですね。一眼レフのスペックっていうのは、頭打ち感やっぱりありますよね。っていうかもう他のメーカー比べてもうほぼ新作出てない。まあペンタックスさんがね結構売れてるやつ出してましたね。なので結構正直頭打ち感があって、今ミラーレスっていうね、こういうカメラたちがまあ台頭してきたと。まあ3年前ぐらいから Z シリーズであったりとか EOS の R シリーズっていうものが本格参戦して、まあ5年ぐらい前からソニーさんがガーッとシェアをね広げてたところにニコンとキヤノンが本格参戦して、でまあ富士フィルムであったりオリンパス、今でいう OM デジタルソリューションズなんかとまあガチごちゃ混ぜになってシェアを奪い合ってる状態なんですけども、一眼レフはもうほんまに外観含めてそうですね、各社差がないと。でミラーレスも正直外観含めて、そら、瞳オートフォーカスの吸い付きの具合であったりとか、細かいところでね、ニコンは特に EVF が見やすいであったりとか、グリップ感がね、しっかりして使いやすいなんか、そういう細かい点はあるんですけども、正直、まあ一眼レフにちょっと近づいてきたような、若干頭打ち感がちょっと見えつつあるので、選ぶ楽しみっていうのは薄れてたところがあるんですよね。言い方あれですけど、なんかもう金太郎飴みたいにどこから出る、各社メーカーから出てくる、カメラもなんか黒い、なんか四角い、なんか薄っぺらい、なんかカメラ、まあよくあるデザインだよねっていう。なのでたまにフラグシップの Z9 であったり α1 みたいなものがボンって出てきた時に、おおすげえ四角いみたいなんでね、ちょっと盛り上がったりするんですけども、やっぱりこの黒い外観で似たサイズ感かつカメラとしてね、やっぱり性能を求めていく上でこのエルゴノミクスを重視した持ちやすさであったり操作性、まあ、グリップ感、背面のね操作性も含めて大事なことなんですけども、ちょっと選ぶ楽しみっていうところで考えると若干飽きた感はねある方もいらっしゃったんじゃないのかなと。だからこそ富士フィルムさんが出すカメラであったりとか OM デジタルソリューションズさんが出すカメラのような外観がちょっとお散歩カメラとして向いている、おしゃれチックで持ち出すのが楽しくなる、スペックが高いカメラはもうお腹いっぱいやと、気軽に持ち出して撮影に行ってなんかカバンにポイって入れて、でちょっと
スマホよりいい画質で撮りたいなっていう時に、ちょっとカメラ持ってんねんって、ちょっとドヤ顔で出せるぐらいの、なんて言うんですかね、そういった気軽なカメラっていうものが、やっぱりニコンからデザイン重視で、しかもカラーバリエーション豊富で、かつスペックは妥協していないっていうですね、もう、なんて言うんですか、弱点のないカメラとして登場してきたのは嬉しいです。それは弱点ない言うたら、上見ればね、なんぼでも上おるんですけども、それはその分金かかるんでね。なので、コストパフォーマンスで、面で見ると、すごく弱点の少ないカメラが登場したかなと。Z50 の PR ページ、当時ね、私見てたんですけど、やっぱり女性をターゲットにしたブランディングっていうものは見受けられてたんですよ。ただ、個人的にこの、結構ね、黒一色でしっかりした作り、で、大きめのね、ミラーレスという形で、他社のミラーレスに比べると、やっぱニコンはね、このグリップ感とか操作性とか、こういったところを重視しているところもありますので、若干大きくて、若干重たいんですよね。それがまあ、男性には使いやすいんですけども、女性をターゲットにした時に、ブランディング的に、どうなんかなっていう。やっぱりニコンらしい外観が印象付けとしてあって、ちょっと浮いてる感を個人的には持ってしまったんですよね。もっとフィルムっぽいカメラ、というか、DF の方が、いいんじゃないっていうふうには思ってたんですけども、この ZFC はその点ちゃんとおしゃれカメラとしてスパーンドストライクっていう形でね、もう貫いてきてると。なので持ち出しやすい外観に、まあサイズ感っていうのが完璧かなと。なので ZFC のあのプロモーションページもね、同時に公開されてはいるんですけども、あの女性の方がね、撮影に持ち出されてたりであったりとか、女性の方がペルソナというか使われる層としてね、語られているシーンがあったりするので、やっぱりそういったところを狙っているカメラかなと。希望としてはですよ、ちょっと独り言ですよ。ZFC、わかる。DF、あるよね。ZF っていう、フルサイズ版の ZFC 欲しいなっていうところもちょっと思いましたね。これ見て思うと。うん。この外観で、フルサイズ機、多分、人気出ると思います。で、この ZFC、さっきからね、まあ、FX フォーマットとか DX フォーマットっていう風に言ってるんですけども、ちょっとこの動画を見てくださってる方って、いつもの私のご視聴者様に比べると、おそらく視聴者層がちょっと変わってくると思うんですね。なので、いつもみたいになんか、カメラに関する用語をわわわわって喋って何言うとかわからんこいつっていう形で消されるよりかは、ちゃんとお伝えしていこうかなと思いますので、センサーサイズのね、違い触れておこうかなと思います。このニコンはですね、まあフルサイズのカメラを中心に展開してきたと。で、APS-C はちょっとね、Z50 に任せっきりやったというところがあるんですけども、このセンサーサイズっていうものは、まあカメラのね、このレンズをくっつけるところにある光の情報をね、読み取る板みたいなもんやと思ってください。で、このフルサイズ機、ニコンでいう FX フォーマットですね。これは、まあ、センサーサイズ大きいところもあって、広く撮れるんですよ。レンズを通ってきた光を、まあ、より広く切り取れる、情報を受け取れると。で、APS-C DX フォーマットですね。何がちゃうんかっていうと、ちょっとこじんまりしてるんですね。まあ、その分ボディちっちゃくできるとかあるんですけども、なので、こちら、Z50 は APS-C のタイプになります。で、こちらですね。Z7II。これはですね、フルサイズ機という形になります。なので実は見た目似てたりはするんですけども、こっちはセンサーサイズが大きいタイプで、こっちはちょっとこじんまりして、ボディもこじんまりしているというものになります。で、そのセンサーサイズが違うと何が変わってくるかっていうとですね、同じ後継サイズ、この Z マウントっていうこのね、マウントのサイズそのもの、ここの部分ですね。マウントのサイズそのものは一緒なんですよ。一緒なんですけども、まあ、くっつけれるね、レンズのために、まあ、マウントっていうものを一緒にしてたりはするんですけども、正直、つけるとですね、焦点距離っていうのが変わってきます。はい、またなんか、ようわからん感じ、並べ出したで、っていうところで、焦点距離ですね。この、例えば、今、Z50 に MC50mm、2.8 をつけています。この50mm なんですけども、例えば Z5、フルサイズ機で使うと、50mm そのまま。使えます。ただこの 50mm という焦点距離をですね、 APS-C につけるとだいたい 1.5 倍ぐらいクッと寄った感じで、まあ、75mm 相当で撮れると思ってください。で、今回の ZFC の、まあ、キットレンズとしても、まあ、予定されている1650なんかで言うと、1650っていう数字を信じるんじゃなくて、35mm 換算で見ると8を
足すので24から75の焦点距離っていうものになります。あとはセンサーサイズの違いによっては、画質っていうものにそんなに差はないんですけども、暗所耐性、暗いところで撮るときであったりとか、ボケ感、まあ、このね、被写界深度が若干変わってくるので、被写界深度何っていう方はね、私の過去の動画でたくさん語っておりますので、ぜひ見てくださいね。そういったところが変わったりとか、ただその分センサーはちっちゃくなってるし、ボディ筐体もちっちゃくなるし、スペックもある程度削れるっていうところで、 DX フォーマットのカメラはですね、コストパフォーマンス高くできるんですよ。必然的に費用もちょっと抑えれると。20万30万40万するカメラじゃなくて、まあ10万円前後でミラーレス一眼っていうものが手に入れることが可能になってます。で、この他社とミラーレスのラインナップをちょっと比較してみると、 ZFC、 正直なところ私入門機やとは思えないんですね、スペック的にも。なのでおそらく個人的に今これ ZFC が出てくる前の、ラインナップというものを私が Excel で頑張って表を作ったんですけども、中級機の Z50 ですね、左側の上から2つ目ですね、 Z50 のところに ZFC が入るかなと。なのでやっぱりもっと入門機ですね、 D の3000系統こっちですね。なのでこの Z50 はどっちかっていうと、まあ、Z5000 系統であったりとか D の5000系統であったりとか D の7000系統に匹敵するかなと。で、この3000系統が Z シリーズでおそらく出るんじゃないのかなってのは個人的に思ってます。ただ、カメラ市場のね、全体の縮小であったりとか、まあ、今ニコンがフルサイズ機ですごく頑張っているところを APS-C でね、Z30 とか Z70 みたいな、カッコ仮ですけどもね、これを出すっていうのが、入門機に当たるものを出すのが得策かって言われるとちょっと難しいところ、まあ、経営判断的に難しいところは若干感じはしますが、まあ、可能であればね、この Z50 であったり ZFC っていうのは中級機扱い、 APS-C の中でも中級機扱いかなっていうふうには思います。逆にこれがエントリーって言い切っちゃうと、ニコンのエントリーすげえなっていう風になると思います。で、キットレンズ DX1650 の、まあ、魅力を伝えておこうかなと。で、この ZFC のキットレンズとして、まあ、予定されているこの 1650mm ってレンズ、実はですね、この Z50 のキットレンズとしても登場してたんですね。で、すごく評判のいいレンズです。DX フォーマット対応と言いますか、専用のね、レンズとして、まあ、フルサイズ機につけれるっちゃつけれるけど、あんまりつけるメリットないんでね。この DX 専用の、まあ、レンズって言ったところで、Z50 で撮った作例をちょっと載せておきます。すごく Z マウント対応レンズっていうのは、S ラインシリーズっていうですね、ちょっとこれをここに置いて、S ラインシリーズというですね、すごくグレードの高いレンズがあるんです。実はその S ラインシリーズっていうのは、もうニコンのね、これが MC105mm なんですけども、こういった S ラインシリーズっていうマークがついてます。この S ラインシリーズがついているレンズっていうのはニコンの本気です。本気のレンズが揃ってます。で、この1650のレンズっていうのは S ラインには属してないんですね、グループとして。ただニコン対応の Z マウントレンズっていうのはキットレンズからすっごい映りいいです。画像処理エンジンとかセンサーって言ってしまうと、正直一眼レフのね、 D780 なんかも X-Speed6 ですし、センサーも新しいものになってますので、映りとしてはいいんですけども、やっぱりレンズの差って大きいんですよね、カメラで。この1650のキットレンズのね、ズームにはなるんですけども、正直なところすごく映りが良くて、弱点をあえて言うんであれば、マウント部分がプラスチックでちょっと弱いぐらいです。なのでカメラにつけっぱにしておけば全く問題のない弱点になります。なので映りとしてはものすごく良くて、ニコンのこの小型軽量のサイズ感でガラスの質、まあ、光学メーカーとして光学技術にすごく長けているメーカーのレンズっていうところがありますよね。作例として何枚か載せるので、こういったものがこのね Z50、まあ、ZFC も同じようなスペックなので、こういった Z50 に1650のね、こういったレンズをくっつけて、こういった写真がちょっと散歩がてらに、これ全部私が散歩がてらに、運動不足解消にね、散歩がてらに撮っているもの
です。なので、その辺に前まで大きく伸びていたのが、このちょっと夏手前ぐらいで、まあ大きく伸びてね、危なくなったのか、切られてしまって、切り株になった状態、なんかここ前大きい木やったのに切り株になってもうだなと思って、取ったりであったりとか、いつも歩いてる道をですね、自分の目線やったら普通の道なんですけども、ちょっと目線をね、落として自分とは違う目線として撮ってみると、煽り気味で撮るとね、こういうあの道がグイーンと奥にね続いていくような撮り方ができたりであったりとか、まあその辺に飾られているものをね、単純にシーサーなんで関西にあるんやろかっていうところで、まあちょっと沖縄出身の方なんかなとかちょっと思いながら、そういったね店の前にあったシーサーを撮ったりであったりとか、まあ飾られてたんでね撮らせてもらったりとかで、日常歩いている散歩のところもちょっと自分が歩いているよりもぐっと壁側によって撮ってみると、こういった景色が撮れたりするのも、広角でね、16ミリで撮ることができる。かつ、右下なんかであったりすると50ミリですね。35ミリ換算で言うと75ミリの、まあ、レンズの魅力ですね。レンズ1本で広くも撮れるし、寄っても撮れるっていうところができるのが、キットレンズ1650の魅力になります。カメラのある生活は楽しいですよって言ったところで、私自身ですね、まあ、写真を撮る理由っていうものが少しずつ変わってきてですね、Z5 をゲットしたという、このねミラーレス一眼のフルサイズ、入門機用の Z5 っていうものをゲット後ですね、まあお散歩カメラとしての楽しさがでより理解したんですよね。で、小型軽量で外観がやっぱり撮影に行きたくなるような ZFC のようなねカメラっていうのは、持ち出す頻度も自然と増えるし、なんか撮りに出ようかなっていう感じになるんですよね、気持ち的に。なので出かける、カメラ持っていてなんか撮ろうじゃなくて、カメラを撮るためにどっか出かけようっていうアクションになるんですよね。撮影機会が結果的に持ち出す機会ですね、多くなるカメラっていうのは、結果的にまあ短期間であったとしても使い倒す、利用頻度が高いので使い倒すことができるので、結果的にコストパフォーマンス良くなります。で、もちろんカメラはですね、まあ写真を撮る機械なので、メカニックなのでね、なので利便性であったりとかスペックっていうものを重視する場面は多いです。まあ連写どれぐらい撮れるのであったりとか、暗いところでねどれぐらいザラつきなく撮れるのであったりとか、重量サイズ感はどうなのっていうところはあるんですけども、こういったしっかりしたカメラを1台持っていて、サブ機としてカメラを購入して、お散歩用のカメラってどれにしようかなって思った時は、こういった ZFC のような外観をね、ちょっと遊んだカメラ、大人心をくすぐるような、このなんていうんですか、おしゃれ女子心もくすぐるような ZFC の外観でカメラを選ぶっていうのもいいと思います。で、外観で選んだからスペックヘチョイかって言われると、そんなことなくて、 ZK とゴリゴリの力を、あのコストギリギリのラインで出してきてくれてるので、満足いくものだと思います。逆にこれで満足いかんのやったら、もう素直にあのこういったゴリゴリ系のカメラを買ってもらう方がいいと思います。で、センサーサイズが、まあ、APS-C になるので、レンズは個人的にですよ、可能な限り広角スタートのレンズの方がいいかなって思います。まあ、28mm の、F2.8、キットレンズとして出てくるので、すごく、あの、おすすめできますし、楽しい。単焦点の世界は、それはそれでまた楽しいんですよ。単焦点の世界は楽しいんですけども、ちょっとね、初めから馴染むってなると、ちょっとハードルが若干高かったりするので、まあ、1650のこういったね、広角のレンズみたいなものを、広角からね、標準域までカバーしているズームレンズみたいなものを使ってもらうといいかなって思います。まあ 28mm、35mm 換算にするとね、まあ 40mm ちょっとぐらいになってくるので、ちょっとね、あのまあ日常の距離感では撮れるんですけども、ちょっと広く、先ほどの写真なんかを撮ろうかって思うと、だいぶ下がったりとか、もうそもそも画角的に厳しかったりもするので、小型軽量のズームレンズというか、広角寄りのズームレンズと、まあ単焦点、一本持ってるのが一番楽しめる、ZFC を最大限活かせれるかなと。かつ、小型軽量でレンズ2本とボディ ZFC を持っても1キロ以内でね、収まるような構成がいいかなと。Z マウントは正直ね、使わないとわからない質の高さっていうのがあるんですよ。スペック面であったりとか、パッと見ではね、あの他のメーカーとそこまで差がなかったりするかもしれないんですけども、私はやっぱりこの Z 系統というか、ニコンのミラーレスのこのグリップ感、それ一眼レフに比べたらちっちゃくなっちゃってるところもありますので、グリップ感は一眼レフの方がそれはいいかなとは思うんですけども、このサイズ感でこのグリップ感を実現して、EVF、ニコンの光学技術、画像処理系の能力っていうものを発揮した、めちゃくちゃ見やすいクリアで、肉眼で見てて
電子ビューファインダーに変えたとしてもそこまで違和感のない、綺麗なファインダー技術っていったものであったりとか、背面の操作性、一眼レフとね、比較的同じような操作性にしてくれているので、既存ユーザーでも問題なく移行して違和感なく使える、かつファンクションボタンもね十分用意してくれてたりもする、こういった Z マウントのカメラっていうのは使ってみないとねわからなかったりする質の高さがあるので、まあこういった外観重視であったり、まあ低価格帯のねミラーレスでもっとシェアをね、マウント縛り、Z マウントっていうマウント縛りを活かしてもらって、顧客層を囲い込んで、ZFC って比較的、まあ新規顧客層が多いと思いますので、ニコンがね、今、まあ富士フィルムさんとか OM デジタルソリューションズさんとかと並んで、まあ 10% 台をね、さまよってて、35% ぐらいのソニーがいて 30% ぐらいのシェア率のキャノンがいるので、そこに3強としてキャノンに、ソニーに追いつけ、追い越せでもう一回ニコンがグイって、上がってくる時代を楽しみにしたいかなと。その要因の一つがですね、ここ最近バンバン出されているこういったレンズの力ですね。 MC105mm のようなレンズの力であったり、 ZFC のようなその新しい顧客層を切り開くカメラがきっかけになればなというふうに思っております。今回は ZFC というですね、APS のカメラが、APS-C のカメラが新しく発表されたので、それについて私の思うところを紹介させていただきました。で、私自身ですね、こういった形で、ニコン様からですね、MC50mm であったり、Z50、Z7II であったり、MC105mm といったですね、こういったレンズの貸し出しも受けておりますので、最後までね、皆様も、ファーストインプレッションというか、ZFC がニコンのホームページで紹介されて、スペック語るだけかなと思った。思った以上に情報詰め込んじゃったんで、ちょっと疲れたと思いますので、暑い日が続くので、ちょっとね、冷たいもん飲んでもうて、ゆっくり休んでもうて、そうめん食べて、そろそろスイカでも買いに行こうかと思って、買いに行くついでに ZFC を持ち出して、散歩がてら撮ろう、みたいなね、習慣にしてもらえたらなと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。